せーの、ギャスりょうかです。そしてこんにちは、金子美優です。イエーイ。あ、ちょっとずれてしまったちょっとずれてしまった。本日は金子美優ちゃんとのコラボです。はい、イエーイ。お願いします。お願いします。お願いします。本日みゆちゃんとやる企画なんですけれども、うん、はい、じゃん。金子みゆちゃんと TikTok ダンス踊ったら何曲踊れるのか検証してみた。イエーイ。ということなんですけれども、うん、まあ、今アイドルをされているということで、多分あんまりアイドルしてるって思ってる人少ないのかなって思いますもん。そんなアイドルをしてる金子美優ちゃんと TikTok を音源を流してもらって、その場で即興で踊って、うん、何曲どれぐらい踊れちゃうのかなっていうね、検証してみようかなと思うんですけれども、はい、楽しみ。どうですか、結構ダンス系美優ちゃん上げてるイメージ。あーでもそう、そっちの方が伸びるかもしれない。確かに。でもダンス系伸びやすくないですか、うん、流行りとか、うんうんうん、そういう面ではたくさん踊った方かなって思うから、うん、ね、ですよね、ですよね。私たちたくさん踊ってますから。そう、 TikTok たくさんやってますから。余裕です。全然踊れんかったら悲しい。実は、うん、会うのがもう2回目で、1回目初めましての、そうそうそう、状態、そうだったから。でもあれですもんね、イベントで超10代で会ったから、まあそんな時期間は会えてないから、また会えた。その時にコラボしようみたいな、そうなんです、ノリで決まったみたいな感じよね。もう本当にその場のノリみたいなので言ったら、本当に予定合わせてくれてコラボができるっていう感じで。ありがとうございます。本当に北海道と福岡で集合東京みたいな。私、金子美優ちゃん昔から見てまして、え、知ってて、あの友達も金子美優ちゃんが大好きで、で私もいや可愛いって思ってて、でイベントでお会いしてお話できて、うん、でも私もその友達が結構みんな京好きとか見るから、京好き、うんうん、それで、え、りょうかちゃんどうだったって、どうだったみたいな、あのまま可愛いよって言って、もじ写真撮った写真見せてマウント、そう、ミユが、そう、ミユ結局マウントを取ってるっていう。アイドルですから、ミユちゃん。あ、すいません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 。うまい、めっちゃうまい。何曲踊れるか検証をね、ミユ、うん、ちゃんと踊っていきましょう。はい、レッツーゴー。それでは移動してきたので、はい、早速踊っていきましょう。踊っていきましょう。ダンス。
あ、これみゆちゃんバズった。めっちゃいいね、ステンツ。これ、うん、バズった。バズったよ。これバズった。バズってましたよね。え、これ難しいわけ。おめでとう。え、これちょうどこの前したんですよ。懐かしく感じる。CM 見た、TikTok で見たんですけど、うん、ああ生だ。みゆもそれが来るとは思わんかった。ちょっとびっくりしましたよね。え、前回とどっちが踊れた？今回の方は踊れてない。じゃあダメやん。じゃあダメやん。自分の好みとかあるじゃないですか、うんうんうん、この曲調はやらないなとか、うん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 、だからそういうのもあるから意外と何の曲流れるかわからないっていうのがもう怖い、うん、怖い怖いですよね。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 てな感じで、はい、本日テンション高めでお送りしたのですが、うん、金子美優ちゃんと TikTok のダンスをランダムで踊ってみました、はい、うん、ありがとうございます。みゆちゃんの方でもコラボ動画が上がってますので、はい、概要欄に貼っておくのでぜひ見ていただけると。お願いします。ありがとうございます。嬉しいです。はい、ということで本日の動画はここまでです。はい、最後まで見ていただいた方どうもありがとうございました。この動画がいいなとか面白かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントもたくさん待ってるので、はい、たくさん書いてくださると嬉しいです。お願いします。お願いします。
回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。